なんか土地の哲学を解きほぐして、それ自体が自分が2つの祖国に根を下ろしていくことになるんじゃないかみたいな、すごくこうナチュラルな感じもするというか、同時にアンビバレンスだけども、日常の中にあるささやかな祈りとかそういうものを丁寧に汲み取りたい。今回のピックアップアーティストは美術家のスクリプカリウ落合アナさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあひろしさん紹介お願いします。はい、スクリプカリウ落合アナさん、1992年埼玉県のご出身です。2016年に東京芸術大学油画専攻首席、また美術学部総大として卒業。今年の11月からはポーラ美術振興財団在外研修員としてルーマニアを拠点に活動される予定です。日本とルーマニアという2つの母国を持ち、その両方に根を下ろす方法の模索をきっかけに、土地と人の結びつきというテーマを見出し、国内外でのフィールドワークや霊長類学の分野へのスタディを重ねながら、インスタレーションや写真、映像や絵画などメディアを横断した活動を展開されています。絵があって写真があって、きっとインスタレーションとか映像作品もありますよね。でもまあそのベースにあるまあテーマというかコンセプトは、その土地と人の結びつきというものが通底しているという考え方になります。そうですね、うん、でまたその土地と人の結びつきというテーマから、時代や距離、土地を超えて人々や物事がこう地続きになる瞬間を、メディアは違うんですけれども、全ての作品を通して紡ぎ出したいというふうに思って取り組んでおります、うん、作られた時系列的には、はい、湯河だったという、ことですけども、はい、順番的にはどこからになるんですかね。こちらの作品とこちらの作品が両方2019年から始まった、シリーズで、インスタレーションのシリーズと、こちらは絵画のミラーズというシリーズになります。はい、経緯としては、まず取り組みとしてこちらのインスタレーションの方が、メインの自分の路線としてあったという流れがあります。絵の中で空間を作るみたいなことをやっていて、早く大学入ってインスタレーションやりたいってずっと思ってたところがあるのと、あと同時にその白いキャンバスが怖いっていう、絵の厳しさみたいなものをすごいやってる中で感じてたので、いろいろな思いがあって、大学入ったら自分はその空間で表現したいということでインスタレーションを始めました。こちらの寺田アートアワードで昨年12月に発表した作品になってまして、360度のプロジェクションマッピングと、あとはサラウンドですね、360度の音を全てこう囲まれるような空間で、島のようなイメージで空間を作ってるんですけど、最初はこの風に揺れるカーテンと投影した海っていうすごいシンプルな形でベトナムで作品を発表していたのですが、タイトルは骨を埋めるという、タイトルで、2019年にそのベトナムのホイアンで江戸時代の商人の方のお墓に偶然出会って、でその方にはこう逸話があって、ベトナムにフィアンセがいたんですけれども、いわゆる日本の鎖国政策が始まってしまって、そうですね、江戸時代で、なので、日本に帰るか帰らないならばもう一生入れないかみたいなこう決断を迫られた時に、一度は泣く泣く帰ったんですけれども、そのベトナムのフィアンセに会いたいがために、船とかを全部こう国に取られたけれども、船用意して自分でこう海を渡っていって、そこでベトナムで自分の骨を埋めたっていう。でもう一つ自分が惹かれた部分は、そのお墓が日本の方角に向けて建てられていると言われていて、なんか自分にとってはその少しアンビバレントな感じがしていて、その自分の生まれた国に残るか、愛する人のために海を渡ってもう帰れないことがほとんど分かっているけれども、ベトナムに行くかみたいな時にベトナムに行くことを選んだけれども、お墓は母国の方角を向けて、それが自分の意思か家族の意思かは不明なんですけど、本当に不明な部分が多いんですが、お墓自体はもう数百年間確実に日本の方角を向いて立ち続けている。ベトナム戦争とかいろんな洪水とかもいろんな痕跡が残っているんですけれども、国策とか大きな個人には抗いがたいような巨大な力に対して、個人のその誰かを愛するとか会いたいみたいな思いとかがそれを超えていくみたいなところに、なんか人間の希望みたいなものを
すごい感じるところがあって、また同時になんかこう、まあ、その墓の存在から人間の貴族意識、自分はどこに骨を埋めるのかという自分自身への問いから、いろんなその貴族の自分の中に眠っている意識みたいなものが誰しもなんかこう浮かび上がってくるんじゃないかなと思って、こういう作品を作りました。すごくこうナチュラルな感じもするというか、同時にアンビバレンスだけども、 でもまあそういうもんだよなと思う、なんか思ってしまう、アンビバレンスなんですけど、思いを持ってこそのなんか一つって感じはしますって思えるのが面白いなっていうことですね。落合さんご自身 の、 さっきプロフィールでも読ませていただいた、日本とルーマニアのこう2つのルーツがあり、こうどちらとか一方に決められないというか、2つのルーツをこう大切にされているっていうようなことと、もやっぱりこの作品の何かこう響き合うところがあるんじゃないかなっていうふうに感じられました。うん、ありがとうございます。何か今回特に写真っていうメディアを、はい、何かこうこのテーマを使うにあたって選んだ理由、はい、何かこうあるんですか。2019年に作った作品なんですけど、それより前にあった日本とルーマニアのお祭りや儀式を、うん、いろんなところに取材するっていうことをやってたんですけど、その中の一枚のイメージだったんです。その土地の人と話をして、なんでこういうことをやられているのかみたいなことを聞いていくことが、なんか土地の哲学を解きほぐして、それ自体が自分が2つの祖国に根を下ろしていくことになるんじゃないかみたいな考えのもと、そういうことをやってたんですけれども、それでたまたま撮れた一枚、さらに手を加えていて、架空の島なんですよ。架空の島に人が泳いで行ってるのか、それとも島からこちらに向かって泳いできてるのか、どちらにも見えるような写真に、なんかかなり自分の作品すべてをこう象徴するような、先ほども お伝えしたその人間の貴族意識のことについてっていうのを象徴する一枚になってるんですけれども、そのインスタレーションをベトナムから日本に持ってきて展示するときに、サイトスペシフィックでその方向性がすごい重要な作品をどうやってその他の土地で展示するのか、意味とかを取りこぼさないでやるときにいろいろ考えた結果、そのサイトスペシフィックのものを移動させたときに、よりこう概念化させた形でのインスタレーションをするときに、この写真がこうインスタレーションの一部として重要な役割を持つようになったという形です。絵画、はい、2019年から始まりました。むしろ大学行ってインスタレーションやって、はい、で出てもう一回また絵画にじゃあちょっと挑戦してみようみたいな。そうですね、はい、そうなんです。ずっと文化人類学的なリサーチをやってたんですけれども、ふとした時に動物園に行っていろんな種類の霊長類が並んでいる一角があったんですけれども、そこの前を通りかかった時にもう霊長類以外目に入らないぐらい強烈に惹かれてしまって、その時はなぜそんなに惹かれたのか分からなかったんですが、そこからまた継続的に文化人類学的なリサーチをしている中で、何年か経った後にふと、人間も霊長類ですけれども、この人間以外の霊長類たちに惹かれた理由っていうのは、さまざまな種類の霊長類の中に人間を見ていたんだということに気づいて、日本とルーマニア そのお祭りや儀式をフィールドワークする中でも感じてたんですけど、日本とルーマニアでどちらも儀式に植物を使う、日本だと榊で、ルーマニアだとタイムで、儀式によってまた違うんですけど、そういう人間は儀式に植物を使うという共通性がありながら、土地によって使う植物が違うみたいな、いろんなことがこうリフレクションで見えてきたんですね。ただこの猿に出会った時に、人間の中に人間を見るよりも猿の中に人間を見るで、たくさんのリフレクションでいろんな気づきがある、しかもすごい加速していろんなものが入ってくるし、人間のことが分かってくるみたいな感覚があったので、それでこう霊長類を描き始めました。ただ、霊長類を描いてるだけという感じはしないんですけど、なんかイメージしながら描いた何かってあるんですか。表情をすごい大事にしています。見る人によって、あと同じ人でも見るタイミング、日によって全然違う受け取り方をするような、絶妙な表情にを留めるっていうこと で私の中では揺らぎを揺らぎのまま留める、キャンバスに留めるっていうことをしようとしていて、口角と、目がポイントなんですけれども、見る人が
自分の家族に似てるとか友達に似てるっていろんな人をこう実際投影して人間に見えてくるみたいなところがあるので必ず自分がこう会いに行った霊長類を描いているんですけれどもそれを模写するとはまた別の次元のことをやっています。こう霊長類学もそうだし文化人類学もやっぱりこうフィールドワークっていうのが一つのキーになっていて落合さんのこう作品とか実践に置いてそのフィールドワークとか持ってる、はい、まあ、実際に行っていろいろ見てみるとかその意味って、はい、どういうものを持ってるんですか。私にとっては多分移動することが作ることと同じかそれ以上に重要であるっていうのがまず一つあって最初のうちはやっぱり目的を立てて目的地に行って何かを取るとかそういうことを考えてたんですけど実際それを繰り返しているうちにその過程に出会うものの方が意外と面白かったりとか重要であることが増えてきてでそうなってくるとやっぱりこう写真とか映像とかそういうメディアをどんどん取り入れるようになってきたという流れがあります。まあ、11月から、はい、ポーラでしたっけ。ポーラの女性でルーマニアに行きます。在京に行くんですよね。はい、そこで何かこう1年間ですもんね。どうこうしていきたいみたいなその展望などあれば。そうですね。やっぱりいろんな村に行って、うん、昔から続いている風習だったりとかあとはその祭りをずっと追っていってた中で、うん、この日が祭りだみたいな時に、うん、例えば火が立ち上ってるその中心を取るみたいなことじゃないんじゃないかなみたいな気づきがだんだん出てきて、うん、なんか祭りが始まるまでにこう山に行って四季の草を取ってくるとかも1年を通じていろんなことが行われてて、うん、なんかあとはなんかリンゴの枝をルーマニアだとこうコップに入れて窓辺に置くみたいな、ちょっと枝です。枝を冬になんかちょっと曖昧なんですけれどもなんかそういうそれもなんかおまじないみたいなものなんですがなんかそういう日常の中にあるささやかな祈りとかそういうものを丁寧に汲み取りたい途中深くに潜り込んでそういうものを丁寧に丁寧に救い取りたいみたいなことをルーマニアではやりたいと思います。どういうものが見えてくるのか僕たちもすごい楽しみです。そうですね、うん、お知らせって書いてますね。はい、お知らせあります。はい、あ、すいません。埼玉県立近代美術館で個展を開催したんですけれども、はい、2021年 の, 2ヶ月ぐらいの大きい会期がコロナのパンデミック の,、うん、悪化によって潰れてしまったんですね。そういった経緯があってなんとかそのいろんなインスタレーションとか自分 の, その作家としての第一章の作品をこう凝縮したような展示だったのでそれをカタログに今回作りまして、はいはい、もしよろしかったえあそうなんだ ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらが限定部数で発売予定で埼玉県立近代美術館とあとは自身のウェブサイトの方でオンライン販売もしますのでぜひチェックしていただけたら嬉しいです。はい、ぜひチェックしていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。落合さんの作品はミートウェアアートのオンラインショップで特別販売されますのでぜひチェックしてみてください。以上、ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。